こんにちは、ブルーホースです。今日もお悩み相談に乗りながらバイオハザードブレッジやってまいりたいと思います。前回は、第1ステージをクリアしまして、今第2ステージに移っていこうというところですね。ということで今日の質問を早速読みたいと思います。はい、いただいている質問が、はい、ブルーホースさん、こんにちは。私は現在営業職をやっています。ところがなかなかうまく営業がうまくいきません。むしろ苦手意識さえ持っています。ブルーホースさんは普段のお話を聞いていると営業成績が比較的いいというふうに聞いたことがあるんですけれども、どうすれば営業をうまくできるようになるでしょうかということですね。はい、ありがとうございます。営業がうまくできるかとかどうかっていう話でいくと、別にうまくできているかっていうとそうでもないという、意識なんですよね。で、営業が苦手な人の、個人的な印象なんですけど、まず一つは、お金が発生することに対しての罪悪感を覚えている人が多いっていうことですね。ところが、お客さんに物を買ってもらうって変な話、お客さんをだまくらかしてお金を奪っているんじゃないかっていう、そんな考え方を持っている人がいたりするんですよね。でも実際そうじゃなくって、お客様が気づいていないニーズ、お客様が本来買うチャンスに恵まれることのなかったものを買うことができるチャンスを与えているもんだというふうに考えることができれば、結構大きく変わってくるんじゃないかなと思ったりするんですよね。そのあたりがやっぱりお客さんにお金 を出してもらうっていうことについてすごい罪悪感を覚えている人が、比較的営業が苦手というケースっていうのが多いのかなっていうふうに思ったりするんですよね。そのあたりの意識をどこまで変えることができるのかっていうのが、まず一つのキーポイントになってくるということですね。はい、だからどうです、例えば皆さんが、どっちかっていうとあんまりない例だと思うんですけど、そのアパレルショップに入るとするじゃないですか。で、服をね、自分どんな服買おうかな、着ようかなと思っていろいろと選んでいるときに、必ず来るのがお客さん、店員さんがね、スリ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 って寄ってきて、で、何かお探しですかって絶対来るじゃないですか。で、大体ね、うざいですよね。せっかくゆっくりと選んでるのに横入りされてしまうと、せっかくゆっくり自分で好きな服を選ぼうと思ってたのになんで邪魔するんだって。ところが自分が気づいていない自分に似合う服、彼女らの多くは一着でも多く売りたいとか、ちょっとでも高いものを売りたいっていう、思いがある一方で、やっぱりお客さんのことをコーディネートして、その人に合う服っていうのを着せてあげることに喜びを感じている人たちっていうのも当然いるわけなので、そういう人たちの提案する服っていうのが、もし自分の気づいていないような似合う服だったとしたら、すごいチャンスを得られたことになるじゃないですか。だから営業ってそういうことなんですよね。お客さんが気づいていない、でも自分にとって必要、もしくは自分の会社、B2B の会社とかだったら、自分の会社にとって必要なものっていうのを、買うことのできるチャンスを与えてもらってるんだということであれば、そのチャンスを営業が苦手とか、お客さんにお金を出してもらうことに罪悪感を覚えるからっていうので、そのチャンスを潰してしまったら、結果お客さんが後から時間差で気づいて、なんであの時何々くんこの商品進めてくれなかったのとか教えてくれなかったのって、おかげで買うことできなかったじゃんって言われてしまう方ことの方がやっぱり損なわけなんですよね、お客さんにとっては。それによって本当は2ヶ月でも3ヶ月でもっていうと1年とか2年とか早くに自社の営業の効率を、営業というか業務の効率を上げるとか、もしかしたらそのお客さんがもっと新しい自分に気づくとか、生活感が変わったとかっていうチャンスを得たかもしれないのに、洗濯機を売ってとか、洗濯機を提案する機会を逃してしまったがゆえに、お客さんが故障した洗濯機をいつまでも抱えてて、結局
洗濯する時間がめちゃくちゃかかったとか、それが故障したことによってまた何度も家に足を運ばなくちゃいけないっていうような事態になってしまったとかってなったら、そっちの方がお客さんにとっては不幸な出来事ですよね、うん、っていうことを考えたら、まず一つ考えていいなって思うのは、チャンス、お客さんにチャンスを与えるために営業をしているんだという、そういう意識を持つことが一つ大事になってくるんではないかなと思いますね。それからもう一つは、なんて言ったらいいんだろうな、これはどっちかというとその意識レベルの話になるんですけど、間違えちゃった。あ、続きからか。意識レベルの話になるんですけど、営業してる人たちって多分月にこのくらい売りなさいとか、このくらい の量を売ってきなさいっていうようなノルマっていうのが多分与えられていると思うんですよね。でそうなった時に、月末でそのノルマが達成できているかどうかっていうことに対して、達成できてないという状況に違和感を覚えることができるかなんですよ、うん、それを覚えられない人は営業向いてないと思いますね、うん、っていうのもやっぱ人間ってコンフォートゾーンっていう考え方っていうのがあって、そのから外れている状態っていうのが、もう、いやいやで仕方ないという状況になれないようだったら、それはまあ、営業に限らずですけどね、例えば、何か物を開発するような仕事を携わっている人で、納期に間に合わないというような状況が、当たり前だよねというか、遅れて当たり前だよねっていうような状況になるだとしたら、そもそもそういう、なんか、あるその一定の条件を与えられたもとで仕事をするっていうのが、向いてないっていう可能性があったりするんで、そういう場合は、ちょっとなんか自分の中でもっと向いてる仕事がないかっていうことを探してみるっていうのはありかと思うんですよね。例えば、そのノルマがないような仕事を選んでみるとか、っていう状態ですね。僕なんかは、結構負けず嫌いな部分があったりするんで、それがあるから、なんて言うんでしょう。営業で、月が終わるときにノルマが達成できていない状況っていうのがあること自体がまず許せないっていう感覚があるんですよね、だから例えば月に1000万売りなさいとか1億売りなさいってなったときに、月末で残り3日あって、あと300万足りないと。でその300万が別になくて もう9億7700万稼げてるし、いいかって終わってしまうのか、そのわずか300万だったとしても、1億に対しての300万なんて大した額じゃないじゃないですか。でもそのわずか300万の差があること自体が許せないっていうようなことであれば、これね、ノルマとして、営業マンとして、非常に、いいマインドを持ってるってとこじゃないですかね。だから営業が苦手なんですとか、営業のそういうことができないですみたいなのは、上げることに対して違和感を持ててない人だと思うんですよね。だから自分が本来あるべき姿、例えば目標達成している姿とか、ちゃんと売り上げ上げれている姿とか、それからお客さんが自分が提案した商品を買って喜んでいる姿っていうのを見て喜ぶことができるかどうか、それが一つ営業がノルマ達成していく上で重要なマインドというところですかね。そこがない人はね、なかなかね、難しいんじゃないかなと思いますけどね。だからなんかね、いるんですよ、僕の会社なんかでもね、なんか営業成績が毎月達成できてないで、それが当たり前になってて、でしかもそういう人たちに限って行動量っていうのがものすごく少なかったりするんですよね。なんでそこに対して違和感を感じられないんだろうっていうふうには思うんですけど、多分一つはそのさっき言ったように営業することに対する罪悪感があるというところと、あともう一つはその、自分がその達成できていないということに何ら違和感も感じることがないっていう、そういうマインドだからと思うんですよね。そういうところに、きちんと違和感感じて、どうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろうということを常に考えることができるっていう、そういうマインド作りっていうところからもやってみるといいと思いますよ。であとはね、自分の営業スタイルがどっちなのかっていうのを、きちんと把握しておいた方がいいと思いますよ。例えば何かっていうと、なんか
営業でありがちなのが、なんかヒアリングをしましょう、ヒアリングをしましょうって、ヒアリングをしてお客様のニーズを引き出すことが重要だみたいなことを、なんか営業の教科書的な感じでよく書いてあるんですけど、僕はそれって、どっちかっていうと、それが一つの唯一正しい答えだっていうふうに書かれてるのは、ものすごく違和感があって、なんでかっていうと、ヒアリングしてもお客様の中に答えがない中で、なんか、いろいろとコーチング的に質問を投げかけて投げかけてってやったとしても、いつまでたってもお客さんの方から これが欲しいんだよねとか、こういうことがやりたいんだよねっていう答えが出てこないケースって当然あるわけなんですよ。ってなった時に、いくらどうですかああですかっていろいろとねヒアリングして聞いたところで、何らお客さんからの答えも返ってこないんで、無駄な時間なわけですよ。ところがうまくそこを引き出すことができるヒアリング能力を持っているのであれば、ヒアリングをベースとしたお客さんとのコミュニケーションっていうのを取るっていうのは重要だとは思うんですよね。一方で僕はヒアリングめちゃくちゃ苦手なんですよ。お客さんと会話をする中で、なんかどんなことやりたいのかな、どんなことに興味があるのかな、掘り下げるっていうのが、まあ、ものすごく苦手なわけですよね。Now tell me how to fix this like you said you would. Settle down. お客さんにどんなことやりたいですかとか、あ、こういう場合だったらこういうケースもありますけど、いかがですかみたいなことってあんま聞かないんですよね。Where are the rest of them?新人の頃なんかよくやってたんで、やったっていうのはそのヒアリングなんかしないで、自分の売りたいものをガン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 売りつけてたんで、なんかロープレとかやると、先輩とかにお客さんに興味を持て、お客さんに興味を持てとかめちゃくちゃ言われたんですけど、お客さんに興味を持つってそもそも何っていうのが、個人的な違和感としてあったんですよね。で、お客さんに興味を持ちなさいって言ってくるその人が、その先輩たちが、僕がなんで人に興味を持つことができないのかっていう課題に対して興味を持ってないから、こうしたらいいよ、ああしたらいいよっていう具体的なアドバイスを持たずに、なんか抽象的にこんな風になんか人に興味はないよね、ブルーホース君はみたいな感じで、なんか嫌みたらしく言うんですけど、僕があなたたちから興味を持ってもらっている感じですけど、それはいかがですかっていうね、まあ本音を抱えながら生きてたっていうところですよね。皆さんどうですかね、なんか人からね、興味持ってないよね、あなたに対してって言われるけど、そういうね、なんか課題を具体的に興味ないっていうふうに言ってくるんだったら、どうしたらいいかっていう解決策を提示すべきだと思うんですよ。それができないってことは、目の前にその指摘している相手に対する興味あなた自身も持ってないんじゃないのっていうふうに思ったりしちゃうんですけどね。こういう考え方を持ってる僕は結構ひねくれてるのかなとも思ったりするんですけど、If you truly wish to save your daughter, you must first gather the four flags. じゃあヒアリングする営業が苦手ですと、お客様のニーズを引き出してそれにハマるような製品とかサービスを提供するっていうのが苦手ですということであれば、圧倒的に自分の売っているものを追い込んで、なんか隙がないくらいのプレゼン能力っていうのを身につけて、ガン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 売りつけるっていうことの方が大事だと思うんですね。これがジョブズ型です。はい、スティーブ・ジョブズっていうのは、お客さんのニーズを引っ張り出す頃にはお客さんが欲しがっているものっていうのはもう次のステージに移ってしまっているんで、もうなんて言うんでしょうね、お客さんが欲しいものっていうのも常に変わっていってしまっていますと、うん、っていうことを考えると、お客さんが欲しいものっていうのは、まあまあ、時代の流れとかね、自分の生きているステータス、だから10代の頃に欲しかったものは20代欲しくなくなっているし、20代の頃欲しかったものは60代でいらなくなって、60代60代なんか新しい欲しいものがあるという話ですから、うん、っていうことを考えると、Don't let up yet. なんて言うんでしょうね。I can hardly wait for the next ingredients. ちょっともう次まで行っちゃいましょうか。ということを考えると、だからお客さんにこういうもの欲しいんじゃないですか、ああいうもの欲しいんじゃないですか、これ欲しいでしょ、あれ欲しいでしょっていうふうに提案する力っていうのを圧倒的に身につけていくっていうことも、一つ営業力を身につける上では必要になってくる力だと思います。はい。だから僕はどっちかというとこちらですね。だからお客さん先に訪問をして、いろいろと提案をした際に、お客さんから、まあまあ、そんなに数は多くないんですけどね、ちらほらちらほら言われるのは、いや、なんかブルーホース君の話を聞いてたら、自分の会社に必要なものだと思えるようなものだったんだよねとか、まあ、僕は法人営業しかしたことがないんで、自分の会社っていうくくりなんですけどね。それから、あと、なんかブルーホース君の、まあ、話がすごくこう、聞きやすくて、心地よくなってしまって、なんか、もうなんか騙された気分になっちゃうみたいなね、別に騙してないんですけどね、騙してないんですけど、なんか
聞き心地が良くって、なんかもう話を聞いてるうちに、うん、じゃあこれやってみようかなとか、これ買っちゃおうかなっていう気になったっていう、そんなね、話をよくね、お客さんからいただくことっていうのがケースとして結構多いんですね。まあ、そんなところですかね。だから自分が、その、まあ、そもそも営業が好きかどうかっていう、そういった話もあるんですけど、その苦手なジャンル、っていうか苦手なポジションで戦ってないですかっていうのが一つありますね。だからヒアリングが苦手なのに一生懸命ヒアリングしてても、ぎこちないコミュニケーションしか取ることができないわけですよ。うん。ってなった時に、どっちかっていうと自分は喋ることの方が得意ですとか、自分はどちらかというと聞くことの方が得意ですっていう風なのに、聞くことが苦手なのに一生懸命ヒアリングをしたりとか、プレゼンすることが苦手なのに一生懸命 自社の製品を売り込もうとしてるって、もう自分のそのなんか得意なことに逆らってやってるっていうこと自体がもうまず間違ってるわけなんですよね。だからそういうところをやってないかっていうことをまず見つめ直してみるっていうところですね。あとは、最初にお話をしたように、お客さんに製品を提案する、商品を提案する、サービスを提案することによって、お客さんがそれを買わなかったことによる、あるいはその製品とかサービスを知らなかったことによる機会損失っていうのを確実に逃さないようにするために、あなたが営業してあげるっていうことは非常に大事なことなんですよっていう、まあ、そういった考え方を持つことっていうのが大事になってくるかなと思います。まあ、僕も最初ね、なんかテレアポとかをするときに、まあなんかちょっと自信がないというか、お客さんに断られたらどうしようかという怖さがあったんで、ちょっと元気なくですね、何々と言いますが、どうでしょう、うちの商品、お時間いただけないでしょうかみたいなことを言ってたら、まずその時点でもう怪しいというか、どんだけどもってるんだよっていうことなんでね。うん、ですから、そうじゃなくって、お客さんが、いるかいらないかって、売られてみて初めて気づく部分もありますし、例えば皆さんが最初に買うものを、なんかスーパーにね、日用品を買いに行くとか、その日の晩ご飯とかを買いに行くってなった時に、行ってみたら行ってみたで、こんなものを買おうかなみたいなことを、献立とか考えてたけど、行ってみたら、あ、こんな美味しそうな食品出てるんだとか、あ、今日これ安いからやっぱりこっちにしようみたいなんで、改めてなんかスーパーの売り場とかを見て買うものを決め直すっていうケースってあると思うんですよね。そういうことなんですよ。こういう商品ありますけどどうですかっていうことを伝えて初めて、欲しい商品とか買おうって決めるっていうケースっていうのがあるんで、そういう部分で、ぜひぜひ営業活動っていうのを、まあ、そういったマインドでね、臨んでもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、本日ちょっとキリのいいところまで来ましたんで、一つ質問でしたけれども、お答えさせていただきました。営業はお客さんのためにあるというふうに考えて、ぜひ臨んでみてください。ということで、本日の動画は以上です。さよなら。バイバイ。